ヤーンポスカ、1866年1月24日から1920年3月7日とは、エストニア出身のロシア系で弁護士、政治家である。エストニア自治政府を樹立し、コミッサール、外務大臣として、エストニアの独立に力を注いだ人物として、現在も人気のある人物。ロシア政教を信仰する司教の家に、 ヤーンは1866年に12人兄弟のイツオとして生まれた。ロシア語を母語とし、文化的にもロシアの影響が強い環境にもかかわらず、エストニア人としての自覚が強かった。EN カーキシヌイアで洗礼を受け、EN トゥーホラインの教会学校に通い、そこで才能を認められた。その後リガガミ学校で哲学などを学ぶも16歳の時父が亡くなり、 母と兄弟から支援を受け、タルト大学の医学部へ進学する。しかし法学部へ移動し、語学の才能を活かし法典などの翻訳を始める。1890年に大学を卒業し、弁護士となり、自身の法律事務所で大学の後輩である、コンスタンティン・パッツを助手として雇う。1895年に、母が亡くなるが、コンスタンス・エクストレミガと結婚する。 1904年には議員となり、翌年には市議会議長となった。1913年から1917年までタリン市長となる。近代化を進め、おろそかにされていた医療に力を注ぎ、女性向けの実業学校などを設立した。第一次世界大戦時にもかかわらず彼の手腕でタリンは発展した。1917年の前半、ロシア、 ドイツの戦争で荒れた街を復興し、市民の安全を保障し、ロシア軍の略奪にも備えた。政治改革のため1917年4月12日に、エストニア地方議会選挙を初めて行う。これと同時に、エストニア自治政府が誕生した。11月28日には、エストニアのすべての権限は議会にあると、主権宣言を行った。しかし、その直後に、 共産主義者が力で町を支配した。エストニア自治政府は地下組織として生き延び、翌年2月にドイツ軍がエストニアを占領すると共産主義者らはロシアへ逃亡した。それと同時にエストニア自治政府は2回目の選挙を行った。結果、ポスカは外務大臣兼副首相となり、1919年には早速ソビエトロシアに派遣される。 パリ講和会議ではエストニアは国際的な地位を得ておらず会議参加ができなかった。1920年タルット条約によりエストニアの独立が明確になるとポスカラエストニア代表団のメンバーが署名した和平合意後にポスカは今日はエストニアの700年の歴史の中で最も重要な日である。今日初めてエストニアでは自分自身が将来の運命を決めた。 とスピーチを行った帰国後は弁護士の仕事に戻り最後の憲法問題委員会において議長を務めたその3日後の3月7日に亡くなるポスカの家コンスタンスとの間に6女3男を設けるポスカ像エストニアの前身となった自治政府を設立したこととタルト平和条約を取りまとめた功績によりエストニアを世界に承認させた人物として名高いポスカは エストニアの英雄の一人と考えられている。タリンの各所にその名を残しており、カドリオールグ地区にポスカが住んでいた家があり、その通りがヤーン・ポスカ通りとなっている。この通りには彼の銅像が建っており、また路面電車のヤーン・ポスカ電停が存在する。さらにタルトゥにはヤーン・ポスカ高校なる高校が存在する。ありがとうございます。